はい、ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介するのはジョン・ロブの、ウィリアム、ダブルモンクとなっております。はい、まあ、ジョン・ロブといえばもう人気はもうこちらのウィリアムが、まあ、シティ、レギュラーラインはそのやっぱり二強と言っても過言ではないかなと思います。やはり当店でも同じようなその傾向ですね。お客様がジョン・ロブで欲しいっていうものはやはりここの二足になるのかなっていう印象はあります。はい、なので非常に人気なので非常に足の速い一足でもあります。で、まあちょっとダブルモンクのちょっと歴史なんですけど、歴史ちょっとお話しさせていただきたいんですけども、まあイギリスの、ウィンザー校が、それこそジョン・ロブ、ジョン・ロブにビスポークをお願いした時に、まあこうできたっていうものが、まあ、ダブルモンクなんですけども、ウィンザー校がジョン・ロブビスポークをお願いして、当時の責任者であった、ウィリアム・ロブ、ウィリアム・ロブさんが、飛行士の、アビエイターブーツというものをこう元にヒントを元にしてこうデザインをこう開発したと言われております。はい、なので、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけども、まあまあ、これがもうダブルモンクの基本というかもう原点ですね。原点という、まあ、原点に頂点みたいな、まあ靴であります。はい、まあ、同じシングルモンクのシングルモンクはちょっとまた修道士の、方からこうヒントというか、まあ、あっちが元なのでまたちょっと異なるんですけども、まあ、ダブルモンクはそういう経緯があります。はい、で、まあ、普段はこうダブルモンクって結構どう合わせればいいのというところはあるんですけども、まあ、普通にスーツでも最近はもう昔はちょっとこう厳しかったりとかはしたんですけども、最近はもう普通にスーツで全然合わせてもらっても、もうほとんど、まあ、差し障りはないかなという印象ですね。で、まあ、オフとかでデニムで合わせたりとかでも全然こう合わせやすいですし、まあ、その理由といたしましては、結構こう見てもらったら分かる通り、ダブルソールになっているんですね。ダブルソールになっていて、360度の、出し縫い全部360度かかっています。はい。なので意外とこう、こっからまあ、下は結構カントリーテイストなところもありますね。ダブルソールで、360度というところで。結構そういう部分があるので、比較的ドレスすぎないっていうところが、この、ウィリアムのいいところかなと思っております。で、まあ上の方、こちらは、バックルのところですね。バックルのところは、こちらが、パラジウム仕上げという仕上げですね。腐食しにくくて、もう、あまりこう変化が起きにくいような、ここはなっております。なので、非常に長年、あまりこう、まあ、こう変化がないっていう意味では、エイジングしないっていうの、ことにもなるんですけど、まあ、この靴に関しましてはとにかく美しく保つという部分においてはこういう仕上げは非常に有効なのかなと思っております。はい、で、商品の状態といたしましては、当店では一応 A ランクという扱いですね。使用感もあまり多くないような状態ですね。このようにつま先の方もあまり減っていない状態ですね。はい、でこちらかかと周りの方もこのように減りが少ないかなと思っております。はい。アッパーも非常に綺麗な状態ですね。まあ、小傷とかは若干ないことはないですけども、大きなこう傷などはないかなという感じです。はい、で、サイズ感に関しましては、まずラストがこちらが、9795ラストですね。若干ちょっとこうは、高めに設定されているかなという印象ですね。はい。まあ、おおよそですけども、エタドグリーンの606ラストで9E とか測れる方とか、あと、オールディの場合、イラストで 9.5 あたりを測れている方でしたら、適合するかなという印象です。まあ、高が高いので、あまり高が低い方が、ちょっと合いにくいっていうのは、まあ、あるのはあるんですけども、ここがバックルのここの部分がゴムではなくて革になっているので、まあ、
あまりかかと抜けとかはしにくいようにな仕様にはなっています。はい、なのである程度はこう適合できるかなという印象ですね。はい、こちらはまあケア後に発送となっておりますので、購入後すぐに履いていただけるようになっております。ぜひともご検討の方よろしくお願いいたします。失礼いたします。